予報センターから台風についてお伝えいたします。まず今日の午後3時、台風20号は日本のはるかに東の海上で、温帯低気圧に変わりました。そして新たに台風が発生しています。衛星からの雲の画像を見ています。日本のはるかに南の海上、フィリピンの東の海上に雲の塊があります。反時計回りの渦を巻く形がはっきりとしてきました。こちらに台風21号が発生しました。この台風、現在の位置と予想進路見ていきます。現在フィリピンの東にありまして、西へ時速20キロで進んでいます。中心の気圧が1000ヘクトパスカル、中心付近最大風速が18メートル、最大瞬間風速25メートルとなっています。この後発達しながら西へ進んでいきます。15日土曜日になりますと強い勢力に成長する見込み。そのままフィリピン付近を通過しまして南シナ海へと出まして、その西へと進んでいく見込みです。日本からは離れた場所を通過していきます。このため日本への風、波、そして雨に関する大きな影響はなさそうです。この台風21号の他にも、これから発生しそうな台風の卵、熱帯低気圧などが見えております。再び衛星からの画像を見てみますと、こちらが台風21号ですね。この他に南シナ海、ベトナムの北部のすぐ近くに雲の塊があります。こちら熱帯低気圧がありまして、台風22号になる可能性が高くなっております。さらにもう一つ、今度は東の方になります。グアムの南東の海上、こちらも雲の塊が大きくなっておりますが、熱帯低気圧が発生する見込み。今後発達し台風23号になる可能性が出てきております。まだまだ南の海上は海面水温が高く、台風が次々と発生するような、気象条件となっております。いずれの熱帯低気圧、台風も西へと進んでいきまして、日本への影響はない見込みとなっておりますが、今後も台風の情報を注意するようにしてください。予報センターから台風についてお伝えしました。